はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日は恒例の前チンとの撮影ということで、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、今日はね、前チン多分好きなものだと思う。マジっすか。うん、俺の動画では珍しくスイッチ系ということで。おーい。いや、珍しいですね。だってめっちゃ今回このお店で撮影するよって LINE したらすげーテンション上がったもんね。そう、僕は行ったことないんですよ。初めてなんですよ。名前はめっちゃ聞くんですよ。学生の頃とかもよく聞いてたんですけど。はい。じゃあ早速今日来てるお店紹介しましょうか。そうですね。はい。じゃあね、もうみんな知ってると思うわ。本日はですね、もう皆さんご存知かと思います、スイーツパラダイスさんに訪れております。まあ、ここはね、スイーツデザート食べ放題ということで、基本的には100分だったけど、時間制限内だったらデザートが何品食べてもお値段変わらずという、まあめちゃくちゃお得なんですけれども、このお店さ、やっぱりこう若い女の子とかに人気じゃないのイメージはありますね。なかなか来れないよね。いや、僕無理っすね。見た目も可愛らしい感じじゃないですか。そう、めちゃくちゃポップで可愛いから、このおじさん2人はなかなか来にくい部分もあるんだけれども、今回はですね、今日訪れてるこの横浜ビブレ店さん、今日が9月の14日で、明日15日に正式オープンになりまして、本日はプレオープンにお邪魔させていただいております。だから、まあ、そんなにね気にせずに、そうですね、シンプルに楽しめると思うので。いや、いい機会を与えてくださってありがとうございます。本当にこんな機会がないとね、俺ら2人は来れませんので、じゃあ早速ね、ちょっとお店行って、はい、美味しいスイーツ食べましょう。行きましょうか。はい、ということで、ただいまですね、こちらスイパラさんの店内に入ってきまして、今はですね、ちょっと秋ということで、オータムフェア秋限定のキャンペーンやってまして、このキャンペーンがね、シャインマスカットとメロンが食べ放題ということで、あのめちゃくちゃ高い高級なフルーツが食べ放題っていうわけわかんないフェアやってるんだけど、今せっかくですね、スイーツパラダイスさん来ておりますし、今回はですね、いろんなケーキ紹介しながら、全品食べ尽くしていきたいなと思っておりますが、ただですね、今日はこれレセプションということで、営業時間1時間と決まってますんで、食べれる範囲でいろいろ食べていこうかなと思います。そうですね、うん、もう始まってますからね。もう特に始まって、俺らだけ今喋ってるから本当はね、もう取りに行きたいんだけど、全品を目指しつつ、いろいろとねご紹介していこうかなと思います。じゃあ早速ちょっとケーキ取りに行きますか。行きましょうか。はい、ということでね、もう同時に店内始まりました。ちょっとお客さんがねすごかったんだけど、一旦落ち着いたんで、そろそろ俺らもケーキ取りましょうか。だいぶいいよね、めちゃくちゃ綺麗。このラインナップも綺麗ですよね、この並び方というか。大食い始める前にしたことあるぐらいだったから、もう数年ぶりなんだけど、めっちゃテンション上がるね俺は結構動画見てる方にとっては、甘いもん苦手ってイメージ持ってる方も多いんだけど、量が食えないだけで、甘いもんめちゃくちゃ好きだから、とりあえず取りましょうか。取りましょうか。はい、まあ前種なんでね、ちょっと上からねずらっといきましょう、はい、かなり食べやすいようにこれ細切りになってるんだけど、1個ずつ取るとちょっと崩れちゃうからさ、ミルクレープは今2個取りました。全品食べるって言ってるやつが1種類2個取らないよね普通。いや、そうっすね見てこのシフォンケーキ、めちゃくちゃプルプルなんですけど、すごい。シフォンってこんなプリンみたいなやつだったっけ。めちゃくちゃテカってるし、うまそう、うまそう。そしたら今これでこっち側の棚は全品取ったんですけど、めったにこういうとこ来ないからさ、盛り付けのセンスなささが出てるきっとこういうのは女子高生だったらもっと綺麗に盛るんだろうな。いや、これね、インスタとかに載せるから、ここが一番大事なのよ。これただ食いたいやつだよということで、ひとまず全種類持ってきました。めちゃくちゃ華やか。華やかよ、量すごいけどね。これでも全種類なんですか。一応、ケーキ類だったりとかは全部持ってきたつもりなんだけど、まあ量あるね。そしたらとりあえずどっから行くべきか、まあやっぱケーキ、まあ無難に多分ケーキじゃないですかね。多分ね、ここら辺に関しては俺が昔来たことある時もあったかな。まあまあ基本的にはまずショートケーキじゃない。これね、クリームからイチゴからすごいっしょ。いいっすね、たっぷりよ。でちょっとこれいただきますね。はい、よろしくお願いします。あ、ふわっふわ。俺3回ぐらいローテできるわ3回。これで量どんぐらいなんだろう。まあ量はそんなないと思うんだけど、まあ間違いなく普通のホールケーキ1個分はあるよね。まあそうですよね。うん、うわ、
スイプラさんのさ、もちろん生クリームもうまいんだけど、はいはい、俺好きなのがこのスポンジ。あ、なるほどね。めちゃくちゃふわふわでさ、もう入れた瞬間溶ける感じ、最高にうまいよ。でこれチョコね、うわこのムース感わかるかな。あ、伝わってるといいな。伝わってる。いただきます。二口。あれそうだ、このチョコケーキめちゃくちゃ好きだったんだ。てかいつぶりなんすか。いやもう記憶ないよ、高校生ぐらいじゃない。ですよね、うん、そうですね。てかやっぱ主に使うのって学生なんすかね。まあでも学生さんも多いとは思うけど、お子さんとかね、デザート好きな家族とかはだいぶリーズナブルな値段で食べ放題できるから、まあ、ね、まあ、ファミリーとかも多いんじゃない。これなんだろう、ベリー系のムースかな、うん、この感じかわいい。かわいいね。うん、あ、おいしい。毎日この後俺におすすめを聞いてそれを食べようとしてんだよね。そうですよ、酷なこと言うね。こっから選べってことでしょ。マジ全部うまいからさ、こっから何かを選べば結構酷よ俺。どうしようかな。うーん、僕も食えれば全品食べたいんですけど本当はね、うん、でもこんだけさキャンペーンをしてるからやっぱりシャインマスカットメロンを食うべきだよね。まあ、そうですね、うん、それは絶対行こうかなって感じです。これめっちゃうまそうじゃない。でもブリュレっぽい感じの表面になってるね。ブリュレみたいな感じなんだけど、多分中がねプリンと生クリーム、こうプニプニなのよ。てかテカってるんですよね、それめちゃくちゃ。だからあのブリュレだからじゃない。もうブルベがあんま分かんないっす。え何何なんつった。ブルベが違う、ブリュレ。ブリュレ、僕それが分かんないっす。砂糖とかをバーナーで焦がすやつだよ。カリッとプリンとかあるでしょ。恥ずかしい恥ずかしい。甘いもの好きなんですけどあんま食べれないから。あー、なるほどね。そう、しかしこんなにスイーツ食べ尽くす機会ないもんね。いや、ほんとそうっすよ、うん、じゃあ、うん、あの体験したことないって言ったからこのブリュレのやつは一回体験しよう。そうっすね、うん、ブリュレは初めてです。うん、あ、ムースうまっ。ムースなんか食ったのいつぶりだろう。でも似合うっすね、なんかやっぱ本当かわいい系が。そう、で毎回言われるけどさ、マイチンから俺かわいい系からもうほど遠い存在じゃないの。それがギャップ、ギャップがかわいいなみたいな。あの別におっさんに言われても嬉しくない。おいおいおい。いいやないかい。あ、これうまっ。なんだこれ。これなんですか。食感は固めの杏仁豆腐ぐらいの硬さなんだけど、上のソースがさあれよ、みたらしみたいな甘じょっぱいタイプ、ね、じゃあそれ言っていいですか。自分もみたらし全然、まあ、俺の反応みたいな食べたいのあったら言ってくれ。でもそれ良かったですね、一番今の。あ、本当に。てかまあ驚きが大きいかも、うん、こんな味するんだっていう、うんうん、じゃあ、そしたら俺ちょっと好きなもん最後に取っておく派なんで、はいはい、こういう動画キャンペーンのものは先に紹介すると思うんだけど、俺これ最後にしていい？あ、了解です。いやでもここら辺も美味しそうなばっかだな。これはムースか。うわ、うん、俺の動画の中でもこう甘いものって撮る機会が少ないんだけど、はいはい、久しぶりにこうやって食べると幸せね。うん、マジで幸せ今日。やっぱこういう今いろんな種類もあるんだけど、レギュラーメニューからちょこちょここのお皿とかも食べ進めてって、今思ったのがチェーンのケーキあるじゃない、はい、まあ、それももちろん美味しいんだけど、いわゆるデパ地下ぐらいのクオリティはある気がするの。へー、うん、でもそれが食べ放題だからさ。そうっすよね、めちゃくちゃ良くない。スイーツのバリエーションがあって全然飽きないわ、無限です。でこんなさ、はい、お店で全部食べ尽くすみたいな企画ってなかなかないじゃない。いや、ほんとそうっすよね。そういう企画がね、絶対できないですからね、今。そう。で、まあ企画ももちろんできないし、普通の人は食えないし。まあ普通の人は食えない。だからやっぱ今、めっちゃ幸せよ。いや、いいっすよ。もうこれ、うわ。いや、この小皿、ね、めっちゃ可愛くない。その青いやつがめっちゃ可愛い。ね。じゃあこれからいっちゃう？いっちゃってください。気になる。うん、うん、いい。ラムネっぽいというか爽やかな感じ。この後毎日食べる時もこの合間に、はいはい、あのラムネみたいなの食べたらいいと思うよ。うん、
まうん。じゃあこれでこのシャインマスカットとメロン以外は全部完食なので、ね、お待ちかねのオータム皿でございますよ。じゃあちょっととりあえず、あ、それね、俺気になってた、気になったでしょ。そう、シャインマスカット大福ね。そう、これも一口で、一口で贅沢に。うわ、風味強っ。ちょっともう一個そのままいっちゃおう。あ、まだあんの。うん。うん、うまそう。今回のこのオータムフェアのメロンとかシャインマスカットを、これに関しては本当に山梨の方から仕入れてるやつらしくて、もう新鮮なフルーツなんだよね。でこう大福あんと一緒に食べても甘み感じるぐらいマジでうまい。濃いよこれ、俺濃いのよ。でも最近時期になってきたからスーパーでも一房700円から1000円ぐらいの間だと思うんだよね、うんうんうん、ってことはさ、これ一房二房食ったら元取れるよね。確かに。でもなんか自社農園って言ってたから、うん、やできるみたいな感じなんですよね、きっと。とは言ってもよ。とは言ってもなんですけど。テリーに行きます。はい、はい、どう。あ、うまっ。うまいですか。うん、じゃあそれも行こうかな、自分。いや、これ絶対行った方がいいよ。絶対行こう。なんかね、このプルプル部分がさあんまりこう味付けはないんだけど、最後にほんのりこうレモンというかちょっと苦味のある酸味がふわっとくるから、この巨峰自体がさものすごい甘いし香り強いんだけど、そのゼリーの後味で抜けていく感じ。ああなるほどね。あ、これ食った方がいいわ。食います。絶対食った方がいい。食べます。こう包まれてるのは贅沢にいっちゃいますか。あ、すごい。一口。果汁が、いやうまそう。ちょっとそれも行こうかな。なんかやばいやばい、増えてきてる。俺も無理だ。胸あの嫌だっていう人もいるかもしれないけど、いや、こういうフィルムのクリームを無駄にするやつはろくな大人になれないから。あ、これタルトか。タルト。なんか上はちゃんとクリームなんだけど、下はタルト生地になってるね。で贅沢に巨峰もね、シャインマスカットも乗っかっておりますから、いただきます。一気にいくんすね、これも。うん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 、それか。そ、顔的にそれだな。絶対食べた方がいい。 OK です OK です。基本的にはフルーツタルトだけど、タルト生地自体もボソボソしてなくてサクッとしてるし、であとその巨峰とね、シャインマスカットの果汁よ。はいはいはい、これが一緒に噛むともうこうじゃあちょっと最後メロンですね。残り10分ほどですが、皆様指名のスイーツに。アナウンス聞こえたでしょ。残り10分だって聞かないふりしてました。でそしたらなんとか残り10分時点で全品は完食しました。さすがです、うん。この動画ね、前陣も食べてもらって感想もらわないとしょうがないですから、取りに行きましょう。ちょっと行きましょう。行きましょう。ということで前陣取ってきましたね。すみません、ちょっと急いで。こんな感じ、まあ、スイーツから主食から取ってきたわけだけれども、でも頭の中思い返してから一瞬で取れた。取れた。おすすめをずっと入れてたから。イメージ通り。そう、もうイメージ通りです。ただね、あの俺もあのだいぶ取ってきました。これね、大福とパスタとカレーとね。まあひとまず毎日も食べちゃってくださいよ。はい、ちょっと食べます。どれから行くの、どれから行くの。ちょっとこれ一番最初に行っていい。ああもちろん行ってよ。あのね、俺がいい顔してたっていう噂のタルト、行っちゃってくださいよ。うん、うまい。これめっちゃ良くない。めっちゃうまい。これクオリティ高高いでしょ。ここら辺のメニュー全部そうだけど、食べ放題で出していいレベルじゃないよね、うん、うわ、あとこれがね、あ、ちゃんと俺がおすすめしてたの全部持ってきてる。そう、味が気になった。そう、あ、言ってる意味がめちゃめちゃ分かった。驚きでしょ、もうとにかく初だよね。みたらし団子ね、うん、同じだ。そう、ほんとね、これが不思議な食感と味わいなのよ、うん、あ、うまい。早いな。早いなお前。
あとね、これもね、気になってたもんね。あ、大福ね。あの、ちなみにその大福、俺も4つ取ってきてるから。本当だ。それ、うまいよ。めっちゃ好き。いいっしょ。めっちゃ好き。噛んだ瞬間、シャインマスカットが弾けんのよ。これね。そう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 。大福だから。もちろん牛皮使ってんだろうけれども、うん、シャインマスカットの果汁でさ、重くないというか、すごいさっぱりする、うん、めっちゃ食べやすい。この味のね、コントラストがめっちゃうまい、うん、俺取りながら食べるわ、うん、ちょっとですね、あの今取ってきた僕の主食たち、このカレーとかパスタとかもしっかりレビューしたいところなんですけれども、このね、機材の撤収も含めて残り10分の制限時間しかなくなってしまったので、ちょっと急いで食べたいと思います。エンディングも撮りたいからね。うわー、で、またね、このカレーね、あ、うまっ、うまっ。確かにこの量食べたら絶対しょっぱいもの欲しくなるわ。うん、あ、めっちゃうまい。なにこれ。僕のね、シャインマスカットの大福で最後なんで、ガガッといっちゃいましょう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで、本日はですね、ご招待いただきまして、このスイーツパラダイス、横浜ビビル店さんのプレオープンにお邪魔させていただきました。で、ただいまですね、9月からおおよそ12月ぐらいまでやる予定の、オータムフェアというキャンペーンでね、シャインマスカットだったりとかメロンとかも食べたんですけれども、なんで来なかったんだろうってぐらいうまかった。美味しかった。やっぱ正直ね、あの動画見てる視聴者さんも、うちのユーザーさんはあの男性の方も多いからね、同じ気持ちの方もいらっしゃると思うんですけど、スイーツパラダイスイコール男性行っていいのみたいなイメージがあると思うんですけれども、もちろんね、メインとなるスイーツ系だったりとか、口直しにね、こうしょっぱいものだったりとか、本当に全品がね、クオリティが高いですし、まあなおかつやっぱりお店の方もすごく丁寧で綺麗で、だからなんかこう行きにくいっていう概念を持ってるのが今までもったいなかったなと思うぐらい本当に素敵なお店でございました。ぜひですね、この動画を見て今まで行ったことないけどこの機会に行ってみようって方は絶対に行ってください。あの、家でね、このシャインマスカットやメロン、ケーキを食べようと思ったら何万円もかかるところを、かなりね、リーズナブルに食べれます。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。